はい、皆さんこんにちは。ヨーヨー世界チャンピオンのシュータカラです。いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画は僕のオリジナルのホップラップコンボを紹介していきたいと思います。ちょっと今これ撮ってる段階だとこのコンボに名前がついてないんですけど、多分今皆様ここにこう見えてると思います。はい、というわけで早速シュートリアル行ってみましょう。まずこのラップコンボやる前にちゃんとウーキーですね、ここでまあ3周から4周ぐらいちゃんと回せるようにしておいてください。で、あともう一つループラップもですねしっかりできるようにしておきましょう。まず一つ目、ウーキーをして背中の後ろでキャッチする、これをできるようにしましょう。そして二つ目、片手でいきます。背中の後ろで外したらそのままエルボーワークをしてください。この動きです。ラップをして外したヨーヨーが背中の後ろからブラーンってくるので、それをそのままこのエルボーですね、肘のところら辺にかけて体の前に持ってきます。まず片手でできるようにしましょう。体の前に持ってくるのと同時にこっちのホップしてた方も一回リジェネを入れます。まずここまでできるようにしてください。そしたら次のステップいきましょう。こうやって体の前に来たエルボーワークが、ヨーヨーが前に行った瞬間に体を反時計回り一周します。この時のコツはエルボーワーク、エルボーラップをしてヨーヨーが後ろですね、この後ろに行った瞬間にもう回り出します。回るのをスタートしてもらって、そのまま右手を前にキープした状態でターンしてください。一旦ここまで流れてやってみます。この後最後に背中の後ろでラップをしないといけないんですが、今の動きまでしっかり完璧にできるようにしてください。なるべく一直線でこの一本の線の上で全ての動作ができるようにやってあげるとベストです。それでは最後ですね。最後は この左手のアラウンドザワールドが戻ってきたら、そのままアウトサイドに持っていきます。体をキュッと逆くの字みたいにする感じでやってください。一回全部やる前にこの動きだけやってみるといいですね。右手をこの右首の後ろから背中側に持ってくるようにしてみましょう。こんな感じです。アラウンドして、はい、そうしたら今の動きにラップを組み合わせていきます。アウトサイドでキープしているのでそこの腕に引っ掛けます。で、ループにしてキャッチしてください。やってる動きはこれと変わんないです。これを全部右手を首の後ろから出した状態でやってあげます。この時結構顔の近くに左手を持ってきてあげるとやりやすいです。で、右手と左手でちょっとこう引っ張りながらやってみましょう。では全部つなげていきたいと思います。さっきやったエルボーワークが前に戻ってくると思うんですけど、前に戻ってきた瞬間に左手に引っ掛けてあげます。ここはですね、何回も動画を見ていただいて、感覚を、リズムを掴んでいただくことが一番いいかなと思います。はい、どうだったでしょうか。結構ですね、この左手の最後の動きがビラっちゃうことが多いんですよ。なのでビラらないようにするためには結構全部背中の後ろでギュッて引っ張って
持っていってあげることが重要です。慣れるまでだいぶ難しい技ですが、ぜひ頑張ってトライしてみてください。もしこの動画気に入ったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。何かわからないことなどあったらコメント欄に質問たくさんしちゃってください。それではまた次回のチュートリアルでお会いしましょう。じゃあねー。